ジャップ。ジャップは日本人及び日系人を指す略称、別称、または差別用語。古くは万円年間の徳川幕府の憲兵施設に関する新聞報道にもこの表現が現れ、元来は単なるの短縮形であり、別称ではなかった。しかし、1900年にロンドンに留学中の夏目漱石がと呼ばれて、失敬と受け取る記述があり、 ロンドン消息、当時すでに別称と認識されていたことがわかる。アメリカ合衆国でも、名人を、日本人移民の増加とともに、現地住民との摩擦が生じ、1930年代の日系移民排斥の風潮とともに、別称や意味合いが強くなり、第二次世界大戦中には、反日プロパガンダに盛んに使用されたため、別称として定着した。なお、 金持ちのユダヤ人の若者を指す別称として同じ表記のがあり、これはの頭文字による。また、ジャップの他にニップ、ニップ、日本の略がある。他、第二次世界大戦中には、東条秀樹も日本軍別称として使われた。国名コードや言語コードなどにおけるの公的な短縮型はまたはが用いられることが一般的である。 過去に複数の日本人陸上競技選手の代理人を務めるが、ホームページ上で担当している日本人選手の国籍をと表記していたが、上記のような別称のイメージからか、現在は表記を JPN に変えている。インターネット上などでは、単に日本や日本人、日本の日本語の役称としての用例が見られるが、公式に使用されることはない。香港、 シンガポール、ブラジルなどの一部の国では別称としての認識を持たずに矢が用いられることがあり、また、世界的に別称として矢を使い分ける人たちや、または矢とした使い分けをする人たちが出現し、憎悪の有無が薄れる傾向がある。アーク、インターネットのチャットの一種や、オンラインゲームなどでも別称としての認識を持たずに、 日本のを意味する形容詞としてやを使うことがしばしばある。例えばなどはではなくとの造語。近年は欧米でも形容詞としてが使われることがあり、特に日本社はと略されることが多い。日本人や日系人がこの単語を用いる場合、多くは自長、自虐、自解的な意味合いを含むことになる。高田健造デザインによるファッションブランドの一つ、ジャングルジャップ。 また1981年に、角田博が結成したバンド名、ジャップスギャップス、赤坂康彦を中心に活動していたバンド名、東京ジャップなどのように、別称であることを知りつつ自社ブランドの名称をとて、使用したり、あえて積極的にを用いることによっては、別称ではないという意思表示をする例も見られる。2003年11月4日に行われた、国連総会の本会議で、 日本国代表が朝鮮民主主義人民共和国を指して北朝鮮と呼び続けていたため北朝鮮代表の自席大使が抗議の意で日本をと呼んだことから日本の自席大使が北朝鮮を非難し国連総会議長も神聖な議場でこのような言葉を今後使うことのないよう希望すると北朝鮮側に対し注意した2017年9月14日 北朝鮮の対日外交窓口である朝鮮アジア太平洋平和委員会は日本が度重なる国連制裁に便乗したとして英語版でを用いて日本は我が国の近くに存在する必要ない日本人を叩きのめさなければならない日本列島四島を核爆弾で海に沈めなければならないと声明を出したまた朝鮮語でジャップに相当する別称のちょっぱりも使用された 日本国政府はこれに極めて挑発的な内容で言語道断と北朝鮮に抗議した。という語はアメリカ合衆国のみにおいて別称として使われていると思われがちであるが同じ英語圏のオーストラリアにおいても別称として使われる事例がある。近年オーストラリアは捕鯨問題をめぐって日本を特に強く非難している国の一つであり、オーストラリアにおける 反捕鯨運動の盛り上がりに便乗する形で、挑発的なスローガンで知られるケアズのレンタカー会社が、キャンピングカーに、クジラを救え、ジャップ、単数に森を打ち込めという反捕鯨スローガンを掲げるということが起きた。また、捕鯨問題に関わる新聞報道において、デイリーテレグラフ氏の2008年2月21日、オンライン版では、という、見出しの記事を掲載したが、 あとに、と修正された。ただし、オーストラリア国内においても、単にジャパニーズの省略型でジャップを使う場合が多く、例が、単に日本カボチャの意で使われている、ジャップが、必ずしも別称として使われているわけではないことは、留意したい。オーストラリアは、世界的に有名な白豪主義の国家として知られて、いたが、移民受け入れの都合などから、 1960年代には、オーストラリア政府が、白豪主義を撤廃している。ただ、心理的差別は根深く残っており、近年では、白豪主義に戻ろうとする、極右政党が台頭するなど、根絶されているわけではない。ドイツ語版及び、ポーランド語版ウィキペディアにおいて、日本語の略称は全てと表記されている。参照。 ジャップとルジの別称として日本を略したニップ、英語がある。普及度は低いものの日本、日本人などの単語は英語単語として存在しており、第二次世界大戦中にはジャップと同様に別称としてニップ、日本の略やニップス、日本ネセの略が使用された。なお、憎悪や部別の度合いはジャップの方が上であった。現在ではイギリスなどで 日系人を憎をしたり部別する場合や、海外において日本信奉者とも見えるような日本アニメファンなどの日本マニアに向けた別称として、ニップスやニッポネセが用いられることある。また、国名を現地語で表現する場合があるが、その際の略称はお避けてとされている。2006年10月、イングランドサマセットのセントメアリー教会のマイケル、ビシャート牧師が、 教区解放のコラムにおいて、秋の朝の空気に、冷たさを感じるという意味で、という表現を使わし、は、冷たいものと、日本人の意味がある。さらに続けて、それはまるで、日本人犯罪者を縛り首にした時の光景、さながらにと記した。ウィシャート牧師はこの文について、冗談と主張したが、人種差別との批判が、サマセットの人種差別撲滅団体からなされた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。